皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いや、はい、ということで今日はスイチゴさん、かっちゃんさん、うどんを作る動画を出してくださいというコメントをいただきましたので、結構最近暑くてジメジメしてきて、つるっとしたものが美味しい季節になってきたんですけど、個人的に冷凍うどんみたいな感じのつるつるでもちもちなうどんが好きなんですけど、今日はあるものを使って手軽につるもちうどんを作ってみたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず生地の粉を合わせていきます。今回手軽につるつるでもちもちのうどんを作るためにタピオカ粉を入れてうどんを作っていきます。強力粉 200g、 薄力粉 150g、 タピオカ粉 50g、 塩大さじ 1/2 を入れて、今回はホームベーカリーで生地をこねてもらいます。あとこれは麺機能がないのでホームベーカリーの生地作りモードで作っていきます。水 200cc を少しずつ加えながらこねてもらいます。今日余談なんですけど、こんな感じでキッチンの壁を DIY してみました。ポイントはね、この壁にマッチしてないこの汚いフライパンですね。この年季の入ったフライパンと、こちらの全く入ってない味塩ですね。はい、では今こんな感じでこね上がりました。はい、では出来上がった生地をラップにくるんで20分ほど生地を休ませておきます。あれさん、ご飯美味しいですか？ティッシュオンザ餌美味しいですか？ごちそうさまでした。はい、では今30分ほど生地を休めたので打ち粉をして生地を伸ばしていきます。生地を伸ばし終えたら折りたたんで生地を切っていきます。うわ、きしめん。はい、では今こんな感じで生地を切り終えたので熱湯の中で茹でていきます。うわー、あーあーしか言ってない今日。はい、じゃあ今10分ほど茹でてどうかな。もうちょっと茹でるか。じゃあ良さそうなのでザルにあけて水でしっかりと洗ってぬめりを取って冷やします。タピオカ粉を入れたので、ほんとこんな感じ、かなりプルンプルン、ツヤのあるもちっとした感じのうどんになってます。はい、ではあとは盛り付けをしていきましょう。うどんをよそいまして、で、ちょっとこう、めんつゆをかけて黄身を落とします。小ネギを散らして、今日は明太をのせたいと思います。よし、はい、ではこんな感じでタピオカ粉で作る簡単つるもち明太うどんの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。オランジーナフレンチスパークリング、乾杯。おー、これちょっと味薄いよ。じゃあ早速いただきましょう。卵と明太子と一緒にいただきます。おー、ザ、うどん。ほんとタピオカ粉を入れることで普通のうどんよりは冷食のね、うどんのようなかなりもちもちしたコシのある感じのうどんに仕上がります。卵が沈殿。片栗粉とかで作ってもいいんですけど、片栗粉とかだとちょっと固めにできますね。コーンスターチもちょっと固めにできるので、タピオカ粉だとちょうどいくらのね、コシの仕上がりになります。うん、明太子美味しいんですよね。うん、
はい、ということで今日はタピオカ粉を使ってお家でも簡単に作れるもちもちうどんの紹介でした。ほんと中力粉とかだけじゃなくてタピオカ粉を使うとすごい冷食のうどんみたいな簡単なうどんができます。あ、リクエストくださった方ありがとうございます。また暑くなってくるので気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイうどん、今ここ最高にご飯ぶっこんだら美味しいゾーンだよね。